ペレになるけど。油断するなよ。今度から何年目っすか。いや、何年も経ってないですけど。言いますよ、僕。いいと思うよ。打ち合わせ出してね。コメントしても大丈夫な配信です。楽しくやりましょう。はい。俺やんけ、それ。ちょっと読まれると恥ずかしいんだけど。対抗戦、視点残すよ、スプラトゥーン2。25秒前に配信開始。そこまで配信撮りましたよ、一応。はい。加速切っちゃおう。あのバカなダイナモの視点が見たいなら見てやってください。つけ込もうぜ。世にも珍しいゾンビダイナモ。はや焦る。対抗戦、視点残すよ、スプラトゥーン2。そう、ジャックス。じゃないです。スプラトゥーン2オーダーを任せる対抗戦。そうだね、ステージによるかな。ここはゾンビでいいと思ってるから。オッケー、声なし。どこだったらいいですか。はい、通りで。いつも通り、オッケー。通りで。じゃあ敵陣のリスマイ立ってくるわ。相手ラスパ2枚だね。非戦に。降りた、二人降りた、二人降りた。初動アーマー、初動アーマー。正面、左サイド、オッケー。右手前一枚いる。必須エリアない、必須エリアない。詰めてる詰めてる、右コール詰めてるよ。ビラカス一発、必戦あと一発、必戦アイコ、必戦アイコ。2枚やった。オッケー、おるおるおる。俺じゃねえか、左引いてる、左引いてる。はーい、ちょっと圧かけて時間稼ぐか。これ左入ってほしいかも、誰か。左オッケー、左入る入る。右任せる、右任せる。分かった。あ、もう無理だ、入って入ってる。いや、ごめん、ノーチ左ね、ノーチ左。ノーチあと一発。あー、マジか、ごめん、ノーチもらった。ニオチね、オッケー。一線詰めてきてる。オッケー、正面から詰めてきてる。嫌なデュアル、左デュアル。一旦スペー貯めるね。あー、ごめん、どっち見てなかった。ごめん、右のうち、右のうち。右のうち了解。わお、珍しいミスした。どのうち、吐かした。裏スピア、裏スピア。スピア割った、スピア割った。オッケー。やばいこれ。ごめん、もらった。カバー、カバー、カバー。カバー入れた、入れた、入れた。ナイスナイス。また右入りそう。右入る、入る。1枚入った、1枚入った。やった、やった、やった。右行っちゃった。エリア右1枚。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。デュアルいる、デュアルいる。左、若葉。若葉、左ゴール。デュアル一発、無理しないと、これ。若葉、若葉、若葉やった、壁やった。デュアルナイス、デュアルやり。ノーチも入れる、ノーチもやった、ノーチもやった。これで一旦途切れる。必戦削ってる。やった、やった、やった、必戦やった、必戦やった。ゴール入った。俺、雑に使わねえわ、バーマー。正面高2枚見えてる、左のうち、のうち1発2発。先生ヨロ。あー、ごめん、もらったわ。正面高前に引いてヨロ。あー、やばいな、これは。ごめん、のうちもらった。うわ、やった、若葉やった、若葉やった。左のうち、左のうち。ごめん、デュアルやれ。若葉だけ落とした、若葉だけ落とした。正面から、正面からデュアル必戦。溜まってるわ、あいつ。左ゴール、左ゴール。飛びねえな、これ。一旦下がるわ。あー、ごめん、やれんわ。2枚。左の落ちラストデュアル。ノーチ詰めてる、だいぶ詰めてる。弾は保ってる。一戦右ゴールいると思う、たぶん。ノーチまだ下いる。あ、張り付いてる、張り付いてる。いやー、弾でかい。一戦やった。あんまり左やつ、左やついいよ。ノーチ削る。ノーチバルン裏、エリア内。左戻ってってる。正面高さアップかな。ザップなんか入れば、わかった。カバー落とした。デュアルまだ、ノーチ反射。ノーチ反射、ノーチ反射。ノーチ右見ろ。ジェッパリ見られてる。ノーチやった。飛んどいで。飛ぶわ。正面一番入った、正面高い位置。右捨て、右捨て。右見とくから正面見といてほしい。左振ってる、オッケー、取れた取れた。必戦まだ右いるよ。まだよ、まだよ。必戦やった、必戦やった。左ノーチだね、左ノーチ。看板デュアル、看板デュアル。正面圧、正面圧。よし、くわ。ごめん、ノーチ剥がしてけ。ノーチもらえね、左から。よし、さん、帰ってほしい。うまいな。一枚落とした。デュアルも削る。いやー、ごめん、右必戦もらった。ここ必戦。右から必戦、右から必戦もらうな、ごめん。正面だことなんかどうや入ってるわ。下がるわ、正面。右めっちゃ攻めてる。デュアルアート一発。デュアル瀕死。正面下に。必戦に右見られてる。デュアル剥がしたけど、やばいこれ。ごめん、無理だ。雨で落ちるか、ごめんね。あ、もらうか、ごめん、使わなかった。煽ってますね。煽ってるね。煽ってますね。言われやった。もうちょっとどうしてないか。見るかな、これ。1戦目からよ、やるな。
いやー、すまん、ちょっと投手しにすぎた。16ふさん、こんばんは。小田、任せていいっすか。結構ね、頑張って我慢した。なんかね、普段から動きづらいジュノさんとか、カラカラさんとかだったら出しやすいんだけど、うん、まだ一緒にあんまやってない人とやってるね。オッケー、毎日横断出しようがないや。まあ、まあ難しいよな。動けんかったな、今の試合。ちょっと難かったね。多分ね、もっと僕が意地寄りに動いた方がいい。はちみつさんが前行くから。うん、うん、だからね、サブ武器出します、サブ武器。まあ、まあ、ガンカゼとかエリア取りダイナモが多分一番強いと思うし、ここ別に普通にやってもいいけど、どうしようか。大体俺寿司から出しても出したくないな。フライブが強いステージは俺あれだそうか、あの普通のダイナモの方だそうか。フライブが強いステージ分かんないんですよね、全ステージプライムだってるから。ああ、まあまあ、かどうなんだろうね、役割が被らなければ。いや、ちょっと一旦やってみよう、このままゾンビと。まあ、まあ、俺はゾンビ、今もゾンビと。あ、そうだよね、村友さんが別注ありだと思う。ここは単純に寿司パラ弱いから。そうね、絶版が絡りやすいし、どうにかなんねえかな、この寿司。どうにかなんねえかな。今日はそうですね、そのメンツで会ってます。シュさんにオーダー出されたいな。もうちょっと待ってな。一発するでしょ。3周ぐらいやると味方の動きの癖は結構つかめますよ。本当？うん。全然気にしないんだよね。だから村雲さんとなんかあの新しくやる人誰かとかやるとき、大体最初3本落とすんですよ。ちょっとどうしても無理。動きの癖がわからんから。ただまあ今の1本であのはちみつさんとのリズムの合わせ方も分かったので、いいっす、うん、この試合は勝ちますよ。結構早い、ね、支配だな。あー、なるほどね。ジェットハイドか。あー、なるほど。なめてです。左裏なさそう。あ、ごめん、ローラもらえ、ね、ローラ左、ローラ左。ローラやった、ローラやった。正面3、ロック。ちょっと見れてないから、一旦正面3人だけ、3人だけ。ロックいてる、ロックいてる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。何ですか、ここ正面、後衛2枚。いいよ。危ね。一枚落とし。ナイスやり。ローラ集めて、ローラ2発。ローラやった、ローラやった、ローラやった。あ、でもさ、裏警戒しとく、僕。正面見といていいよ。あー、ごめん、正面もらうわ。あ、ここで落とせんか。1枚。おばさん飛べる、そこ。うん、飛べる飛べる、帰ってね。ローラーね、エリアの右側。左からスピナー。正面ローラーと入るわね、右寄り。左にスピナー見えてる、スプスピナーね、左スプスピ。右ローラーいる、右ローラーいる。オッケー、ローラー右警戒。スプスピあと一発、スプスピあと一発、カバー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 。ローラー手前手前手前、チャイチャイ。ローラーやった、ローラーやった。なんで落とさないんだ、こいつ。落とし落とし落とし。どこやった、左。いや、落としてくれてる、落としてくれてる。オッケーオッケーオッケー。正面アイドラン。エリア取った、エリア取った。誰詰めてくるかも、ローラー。正面3枚ロック。左誰か裏取れる、初めて取ってるの。右裏ワン、右裏ワン、右裏ワン。1枚事故った、1枚事故った。正面高 Z。地味板が入った、地味板が入った。ローラ、ローラ、ローラ。ナイスナイス、うまいね。Z だけ圧かけてくる。裏来てる、裏ハイドラ来てる。裏ハイドラ。右裏右裏右裏。右裏オッケー。右裏飛び入ってる。ローラ飛んできた。ごめん、右もらった。右右右右。見るけど無理だなこれ。ローラ手前、ローラ手前。ごめん、もらえねローラ。左手前。左下左。右高いった。右高スプスピ、右高スプスピ。右スイッチする裏狙ってくるから。ローラ左左。オッケー。落とし落とし。出ないか。落とし落としナイスナイス。まだ右の奥にハイドラ。右入れてる、右入れてる。正面ジェット、右ツー右ツー右ツー。スプスピハイドラ、スプスピハイドラ。ナイスナイスナイス。ローラ落とした。
屈性威力ね、正面だからジェット。俺左手。これごめん、右裏狙ってくるわ。ジェットこっち向きだ。はい。左下。スペスピ、スペスピ、スペスピ抱え。はい、だどこ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 。正面だか正面だか正面だか。やってやったやった。ナイス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 。ローラーだな。ローラー削り。ミシさん飛び入れるよ。ローラー左裏来てるもん、ワンちゃん。うん、正面見とく、正面見とく。後ろやってもいいよ。ローラー見合ってる。ごめん、スペスピもあった、正面、スペスピ。雨くるよ。はいよー。絶対、絶対あり。正面、スペスピね。で、削り。いや、塗ろう、これ。スペスピやった。ローラーやった、ローラーやった、ローラーやった、ローラーやった。やった、着地やった。次に無印入ったら、ロジェットは無理だろう。その台のみたいな始まりしちゃったんだ。まあ全然いいんだけど。ナイス。わーい、3キル。役割遂行。縁側か、どうしようか。ゾンビでいいか。あと下しめ。ここは俺はかなりメインで戦うと不利だから、結構ワンチャンとかな。ゾンビ？ここはどうする？かけ続けることになるかも。ゾンビで。ゾンビなら俺ゾンビ少し減らそう。蜂蜜を取りにしてやってもいい。どういう動きしたいの？普段のカバー寄りの動きよりもどっちかっていうと自分が入ってるところにカバー入れてほしいって感じ。それゾンビ組2人で完結できる。いやーきついかなー。そこカバー行くんだったら後ろの乗り終わるよ。抜けのあれ抜けてくるやつに対してメシエさん1対1で見なきゃいけないから。相手の数かな、正面の。押し切るんだったら押し切るでいいけど、俺左から圧かけ続けるから。しかもいつも通り右を。そうだ、メシエさんに負担かかるな後ろ。なあ、ちょっと自分の方がいいんかな。どうしようかな。自分を信じろ。いや、縁側はね、本当にダイナモが弱いかな。どうしようかな。縁側だったら俺らが詰めてるときに右正面にちょっと弾飛ばすぐらいで全然十分だよ。これさ、僕？そんな前じゃなくても、そのぐらいで大丈夫。そのぐらいの位置でいいんだったらいいんだけど。一歩前、二人詰めてるときに一歩前ぐらいに出るぐらいでいい、マジで。いや、そうだね。それ詰めてやられる方が多分ダメ。ただでもそこまで前に圧かかってる場合って抜け絶対来てるからいけないんだよね、いつも。あ、だからわざわざカバー切るまで狙わなくていいから、なんか足場作るぐらいの塗りぐらいでいいかな。まあどっちかっていうと飛び先として生き残ることを意識してる。それでいい。やりあい1枚詰めてる。左詰めてる、左詰めてる、左詰めてる。ザッパと一発、ザッパやった、ザッパやった。マモ一発。マモ K2 入れてないか。どうしてね、すごくいいよな。あ、もらった、これ死んだ頭俺。あ、生きたわ。正面高い。お風呂落とした。お風呂だね。先右固めるわ。ナイスだろ。あ、落とされたわ。円卓やった。ダイナモどこ？ダイナモどこ？ダイナモどこ？やったやったやった。見とく。正面と右見とく。外したんだけど。ゾンビ組？左誰も来なくて。左一枚。ナモアドやった、ナモやった。風呂やられね。正面風呂、正面風呂。誰来てるかな。洗濯機エリア入った、洗濯機エリア入った。左からザップ。洗濯機やった、洗濯機やった。詰めるの任せるよ。いいよ。ザップやった、ザップやった。エリア取れた、エリア取れた。ごめん、ナモもらった。ナモ敵サイダーのところ。オッケー。ナイスタマある、ナイスタマある。ね、ダイナモギア開いてないんだけど。え、ギア開いてないのいっぱいいるよ。あ、落とせんか。正面玉だね。正面玉となんか見えんけない。玉下ろした。キープだけするわ。これ相手詰めてこない。誰広場玉入った。エリアに1枚洗濯機ザップ一発。洗濯を落とす。ザップやった、ザップやった。左ずっと玉いる。プロ一発。あんまついちゃった。入った入った。プロ玉やった。正面ザップ。正面炭酸。うわ、マジか、落ちちゃった、ごめん。ナイス、水没。
5年洗濯もらった正面熱い。左入ってくるかも。俺左行こう。あ、落ちるかな。正面ちょっと重たいね。ちょっと重たい正面。渡していいよ、渡していいよ。うん。名元見合ってるけど、ここ2枚来そうだな。ねえ、ジャップ。ジャップいた、ごめん。どこどこ、ザップどこ、ザップどこ。手前。ごめん、もらった。右から裏来てる。ザップやられね。オバフ一発当て。何も左広場か、何も左広場ね、正面洗濯機。あ、回してた。何も削ってる。クロミアイ。何もやった、何もやった。やっぱり見られてる俺。手前ザップ。手前ザップのか、エリア先取るよ。しんどいな。ごめん、もらった。エリアのザップ。左フロ。ザップやった、ザップやった。でかい。俺正面から行こう。やばい、うちカウントないよ。いいよ。誰も傷いるし、お前。何もタワーな。いやいや、死ぬんだ、それ。ごめん、選択左。何も一発当たる。左広場選択、左広場選択。選択攻めてきてる。ザップ一発。選択あった、一発。選択だ、選択、選択やった。オッケー、右何いる？右入ってる。ザップとお風呂かな、多分。オッケー、風呂手前来てる。風呂正面来てる、風呂正面来てる。いやー、長弾もらった、ごめん。ナイスやり。正面フロとナモ。今アーマー。あ、ちっちゃ。ナモエリア。左にフロ。正面炭酸。洗濯。あのバルーンね。バルーンフロいる。ちょっと下がるわ。うん。前塗りがない。前塗り返すわ。ザップやった、ザップやった。リアンないフロも無駄入ってる。ナモがいる。あんまり自分。洗濯落とした。フロやれると思う。やれんかった。ごめん。下手すぎた。待って、裏来てる、マジでもう、いるんか、そこ。出っ張りは無理だな。うわ、フロー、ま、ごめん、やる。1枚やった。ナモ左詰めてる。オバフやった、オバフやった、2枚やったよ。ナモ抱え、ナモ抱えた。右サイド、右サイド、右サイド、右サイド。これ、囲んでほしいかも。やった、やった、やった。ナイス、ナイス。暴れてるか、暴れてるか、ごめんね。もう回すから。ザップしない。ザップやった、ザップやった。何も正面ね。はいよ。何も無理だな。何も正面ナイス玉。塗り合ったし、塗り合ったし、塗り合ったし。ザップやった。1枚やった。エリア洗濯機。フローもやった、フローもやった。ありがとう。逃げるよこれ。俺が先端した俺。洗濯削り。洗濯。何死んでないの？何も落とした。ナイス。ザップです。やべえ、この5回ぐらい水没してる。相手何これ誰一人サブギア開いてないんだけど。全員、あれだね、ギアしまってる。というあれだ。わかんない。なんかの大会練習なんかね。ならまあ、事前に言うてほしいけど。ワンチャン。やば、くそ、くそ水没した。みんなこんな、あいつ先水。やられたとき、一王国も一緒にしてほしいかも。ざっくりでいいからちょっと教えてほしい。やられだけじゃどこいるかわかんない。誰に出てる？僕？メッシーさんかな。僕も時々遅れてるから意識はしてる。うん。どれでいいよね、ここ。どっちでもいいよ。うん、いいと思う。うん、あ、なんかギア全然わかんねえなって思った。僕やられてなかったわ。10キル0ですだよ、私。強っ。スーパーいい。チェイジするじゃん。勝ちの11と。相手なかったんだっても考えて。あれ、相手なかったっけな。いや、いけないっすよ、相手なかった。俺めっちゃやられてから、次見つ。俺も。誰も相手なかった。うん、11です。素晴らしい。煽ってるっていうのも聞いたしな。ちょっと怖いね。うん。まぁ、あ、ちょっとサクッと終わらしたさはある。まぁ、あ、そんなもんでしょ。対抗戦なんてね。おかしいな。時々こういうの湧くからね。うん。うん、もう慣れたよ、さすがに、うん。スプラトゥーンって感じ。
そう考えるとこの界隈は平和だ。素晴らしい。うん。平和な人がさ、元気出していこう。元気よく報告していこう。言う。元気よくね。元気よくね。元気よく。まあ実質変わらんからね。H3X 編成マジで読めないな。あ、まあ3枚か。実際イカニンステージャン、リールもステージャン。よー。うわ、ゾンビか、あれ。左 X。センサーね。あ、ヒセンやねんか、コメント、マスのヒセン。おお、ごめん、マスヒセンもらった。若葉はやった、若葉はやった。ごめん、H3やられね。左 H3。今、一人だわ。俺死ぬ、これ。しゃあない、しゃあない。なんだかーい。10パタメる、10パタメる。右必戦ともう1名だな。左 X。アマ待つ、アマ待つ。俺アマすぐ溜まると思う。溜まった、め。入って、入って、入って、入って。オッケー。一削り。一三引かしてる、一三引かしてる。右はいない。マスト割った、マスト割った。もういない、右広場もいない。マストと正面一三。マスト若葉、マスト若葉。X がちょっとつれえな。若葉と一発。エリア内右線剥がし。いやー、X うまいな、ごめん、もらっちゃった。ちょっと一バレしてんな。必要やった、必要やった。若葉やった。でかい。X や、あ、え、X や、歯が受け、吐いた、入ってた。やったんかも、ちょっと。X やった、X やった。左まだいる。左一ね、センサー。ツー、ツー、ツー、ツー。必要やった、必要やった。ナイス、ナイス。オケ、オケ、オケ。若葉やった。ナイス、手深い。舐めるな。右塗る。了解。左入るね、これ。うん、X だ。スマンボ、入る。逃げられませんでした。X ね、左。一線落とした。ナイス。左 X、左 X やる。オーラ取るわ。左降りてる、1枚。オッケー。リールと X 落ちてる。オッケー。X、正面正面。スが入った、スが入った。リールやった、リールやった。一線見合ってる。一線見合った、2枚やった、2枚やった。あと X ね。X もやれる。X もやった、3枚やった。リール塗る、オッケー。ラスト復帰がどこいいか分かんない。左押さえ見とくわ。はいよ。まあ、マスト正面上やかってる。必戦きた、必戦きた。正面わかわか。左3枚。いやー、外したー、下手くそすぎるー。はい、じゃあ、待っていた。こっちは合わせないわな。左 X だね。X やった。ここであんまり入れるわ。正面必戦。必戦やった。ナイスやった。左高2枚。なんか剥がし。2枚やった、2枚やった。ナイスー、強い。甘くは。正面押さえてる俺。普通。正面何も来ないよ。はい。めっちゃ左来るね。めっちゃ左来るね。俺やることなかった。正面ぐらい行かないと左がガン見られするから。まあでもそこまで考えられる人間ではないでしょう、ね。多分なるほどね。まあまあ。まあいいですよ。配信中ですよ。あ、すいません。すいません。あれ自分で枠取ってるでしょ。ダメですよ。うちの術と足りてなさそう。ダメですよ。あ、すいません。あんた独房に潜んでるから精神病んでるよ。うん。潜んでくわ、あんな部屋住んでたら。日光浴びよ。日光つらい。これつらい。支給される不可思議もしか降ってないからね。うん。不可思議もって言うな。チェンジ中みたいな食料だな。で、左押さえようかな。ああ、めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってる。これ寿司弱いんだよな。いや、ここは例外でなんか長めの武器持ってみてもよ。ステージがそういうステージなの。そうだもんな。オーダー出そうにも。あれなんだよな。立ち位置変えたい人がいないんだよな。そうなんだよね。うん、変えるような状況。立ち位置変えないから、バケツ出すわ。うん、いいと思う、全然。ちょうどいいよ、多分ゾンビで復興してキル取ってっていうのを繰り返すのがここはいいと思うわ。応援したな。詰めるわ。もう頭おかしいぐらい詰めてくるわ。さっきのマンタとか分担しっかりしてたし、左メシエさんと僕で見てたけど別に悪かないし、マンタいい感じだった。まあ編成的にあれだね、正面の俺見れる武器いなかった。まあだから来なかったかもしれない、うん。若葉でジェッパー狩ろうとして飛び込んでいくんでやめてほしい。いいじゃん。いいよ。挑戦的で良いこと。楽
たまにあるけど。ジャンプした瞬間直撃取るからいいけどさ。あれ、タスク行くか。はいよ。あとは PK の編成だな。ね。カニンステージャン必戦。リールもステージャン。ヒスタスク行くか。俺ちょっと左行くのやめろ。正面から行こうかな。左通路、ないわ。正面必戦見え。右スクイク、左来た、左来た。あ、右スクイク、右スクイク。左1さん、左1さん。右チャーケ2枚、チャーケ2枚。左必戦削ってる。左通路のとこいる。通路っていうか、下のとこいるよ、これ。スクイク落ちスクイク、ここな、こっちは OK。必戦正面行った、必戦正面行った。削りごめん、やられちゃった。やった、必戦。ナイス、ありがとう。1さんやった。ナイス。左抑え変わるで。右飛び入ってる。右リッターと飛び。なんかわかんない。スクイク、スクイク。ヘイト稼いで、ヘイト稼いでる。一戦行こう。一戦じゃないや。スクイカ行こう、スクイカ行こう。右たかり行ったね。あれまあ、スペシャル基軸ぐらいしかないんで。毒棒飛ぶよ。うん、いいよ。エリア内ヒッツ。え、何いる？ギールだね、やった。ナイス、ギールやった。裏行く、裏行く、裏行く。エリア内まだ。スクイカやった、スクイカやった。ナイス。あれ、チャー、ホタっといていいよ。ホタっといていいよ、あのチャー。うわぁ、痛いっつ。一枚やった。ナンパ入ってるね。ナイス。ナイスゾンビコンボ。ナイス。脅した脅した。ナイス。オッケー。全員俺の方見せたもんね、あれ。すべてのヘイトを回収しきった。目の前で完成キャンセルひんまくっといたわ。オラオラオラっつって。みんな俺の方見るから楽だわ。空中で抜かしたね。なんで飛んでたの？面白い。飛んでったわ。アーマーついてるから、まあ一回ぐらいゾンビ出し行ってもいいかなって言われるね。そうだね。やっぱでもゾンビ2と組むんだったら黒の方が圧倒的に相性いいわ。ゾンビ力高いから。確かに。明らかに相性いいですね。やっぱりしかもダイナモって結構なんだろうな、結構高めのダメージで反射取るから、首一発で死ぬんですよね。あのカバーがあったけ。必戦でしょ、坂の。そう、はいはい、なんと私メインこうあのメイン性能 1.3 入れてるんで一発70ダメージなんですよ。でけえな、30は与えてるわ。そんな元食うときさ、なんかバケツの方が動きやすいんだけど。ああ、諸説、ああ、どうしようかな、こっちな気がする。ダイナモの削り範囲とバケツの70がすげえ相性いい。あ、これ僕が技術ついてないからなめ太まれた説。それはないでしょ。それはやばいだろ。やばいだろ、それ。そんだけ綺麗な気しといて。そんなこと言ったら俺もナメプだよ。俺もナメプだよ。寿司この関係で持ってるナメプだよ。そんなこと言いやしたね、まあ、若輩がナメプだよ。俺もゾンビで行く。若輩熱いか。ゾンビで行くよ。最近でもさ、じわじわ疑似出しプレイも増えてない。前より見るようになったんだけど。ちょっと増えてる気がする。ギジナシプライムで28行った人もいるね、噂による。すげえ。ギジナシプラベッチューで、うん、めっちゃうまかったよ、見せたら。で、キンくんの中で綺麗さんが立ててたもん、うん、あー、それはうめえわって見せた。あ、スパイカジった、うん、まあ、確かにまあゾンビダイナモとギジナシプライムはダメピット終われそうだよね、ワンちゃん。そうだね。すげえがゾンビ、はいよ。あー、一生飛んでくる感じか。ソメタが1枚やった、必戦。ごめん、ワンいる。スパイガジェット。これ、ソメタが圧かけてくる。ごめん、ブラ見られた。左奥ブラ。ノバ。いや、知らないよ、ごめん、もらった。ノバ。飛び ある、左飛んでる。左ファン入った。左ファン、必戦。必戦ノバ、必戦ノバ。まだいる、まだいる、左ファンいるよ。一旦ずれてるよ。ナイス、ナイス、ナイス。正面溜まってる、スフィア。ビーコンが左下と。入った。飛んでる。割れた。もうインクない。一戦入ってる、一戦入ってる。ナイス。首痛い。これ使っちゃうわ、もう使っちゃう。首も2枚あった。首も落とせる、落とした。S、2枚。3枚やる。2本右だけ。右だけ OK。よっ。これ正面さすがに一緒に行く。よっ。おら。S。高台入るな、これ。右なんかいるな、まだ降りてる。クゲとノバいる。飛んだ右。ごめん、右めっちゃ熱い。右裏抜け、裏見る。1枚やった。クゲだけかな、右あとは。正面から必戦降りた。クリアない必戦。クゲ、3枚。クゲやった。スパガもやれる。スパガもやった。ノバもやれそう。ノバあと一発、ノバやった。オッケー。カバー入る。右寝るからいいよ。
ッケー、前、前見てくる、これゾンビだから途切れさせたら勝ち。よし、エリアいる、エリア、引け引け、3枚、3枚、3枚、2枚か、2枚いる、スパイ、スパイがやれそう、スパイが吐かしたわ、ごめん。必戦一発、必戦やった、必戦やった。ナイス、左ロバってきたか、スパイがどこ行った、スパイが俺食い物投げてる、スパイがやった、スパイがやった、ナイスナイス。今のこれこそやべえな。あ、やれんかったわ、ごめん。首正面、首正面飛び入ってる、飛び入ってる、飛び入ってる、知らないよ、今ここで。スパイがあった、スパイがあった。空気正面ね。ノバいる、ノバいる。ノバも正面。ノバも正面。右入ったかな、ノバ。いる。空気あった、空気あった。空気あった。それは当てる、当てる。オッケー、カバー、カバー、カバー。僕が行く、僕が行く。やった、やった、やった。飛んでる、飛んでる。どうせスパが、どうせスパが。甘いとこは。ノバ、ノバ正面、ノバ正面。下がるわ。ノバ正面。飛びある、飛びある、飛びある。よし、裏から釘、裏から釘、釘、釘一発、釘一発で終わりー。あ、もうちゃんとやろう。もちくんたち3対2だって。オッケー、あいよ、この試合クソ楽しかった。よかったよ、右の方に逃げてたスパイガジェットにさ、食いぶらして全部ぶち込んで殺してたわ。あれなかった、俺死んでた。ナイスー。この時間で19キラ。そう、俺とはじめつ別にゾンビいらねえんだよな、このキルで。いらなかったね、これね。だった。なごさん、こういうの嫌いからな。何が？もう初戦から無気になってるの分かったもん。明らかにね、無気になってたよね。もちさん割る前にリグマしよう。はい、いいよ。ああ。一応、礼は尽くして対戦当ててましたから、言っとく。こいこさんの一番腹立つんだよね。ね、まあどういう意思かは分からんけど、まあ対ゾンビに崩れずに殺す練習できましたね。別に大会練習しかになったら言ってくれれば全然つけようからさ。うん、え、通じてギアなし？いや、そういうわけじゃない、縁側だけ、縁側だけだったと思う。それ以外はなんか普通のギアだった。武器はなんかよく分かんなかった。うん、まあいいや別に。うん、まあいいや。こっちで気持ちよかったし。俺最後の試合で全部超絶にした。アジデーボン、アジデーボンはちょっときついな。ジャグラッショー。まあまあ、温めるだけが何でもいいんじゃん。バケツちょっと持とうかな、今回。そんなもだったらバケツの方がマジで動きやすい。動きやすいのといいんじゃない？なんか、蜂蜜のカバーがしやすいって言えばいいのかな。ああ。あ、でもありがとうございましたっては帰ってくるんだ。別の人格だよ、多分。なるほど。いやいや、もう、真面目だったかもしれない。もしかしたら武器のね、編成が制限された、ギアも制限された大会に出るかもしれないから。うん。そう、しょうがない。一瞬相手全員ギアないからさ、なんかもしかしたらメイン性能のあれオフになってんのかなって一瞬自分のギア確認したよね。あ、違ったわ。武器ってしたもん。平成の制限があって、あれなんか、スクイクも別にあれだからな。強いよ、あれ、うん。そう、強い武器だからな、あれ。武器でなんか、やたらあれなのあんまりないから。俺は無理なんで、スクイクは少なくとも。普通、その辺の前線武器よりスクイクの方が7倍ぐらいしんどい。そうね、ナモはね。ナモは。誰の何のダイナモにも応用できない動きしてたな、さっき。俺は参考になるよ。正面ハイカス、正面ハイカス、まあ、ハイカスもらった、正面ハイカス。やったわ。え、あー、なんかいた。スパクリも左前いたわ。そういかすだった。スパクリ後ろ来るかもね。スパクリ後ろ了解。ユーチューバーカスタムってカーリングジェッパー、カーリングジェッパー、そういかすやった。いるわ、ここいる、やったやった。正面ハイドラ、正面の黒いブロックンとかハイドラいる。落ちた、落としたわ。早かったな。いや、ありですよ。左高ハイドラ。あ、甘いすぎた。左高ハイドラ、これ踏み上がってきた。左に、左に、ソニーチューバーハイガス、ワンやった。ソメント上がって、ソメント上がったよ。それ、前上がりすぎ、左つらいよ、前上がりすぎ、左つらいよ。だって正面降りてるから。そ
ボムタかなんかいるかも。ああ、ごめん、ボムってた。正面高くロックだね。左、ああ、正面に。ぶねえな、これは。ぶねえか。ヤグラハイパス。あ、抑えちゃった。そこ飛び入ってるよ。あーごめんミスった。ボ。ごめんハイガスヤグラ。右スパクリ右スパクリ。もらったハイガスもらえね。ハイガスヤグラ。ハイガス落とし。ナイスカバー。入ってる。ヤグラ飛び入ってる。待ってごめんやちょっと。やったわ。まだジウラいるジウラいる。降りた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 。ヤグラ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 スパクリヤグラスパクリ。ソイカス飛んだソイカス飛んでると思うなもこれ。あ左いるねソイカス。いやー、あぶっちったごめん。二人落として。なんとハイドラも落とせ、落とせんわこれ。死んだ。死んでない。仲間まだいる？あ、落とした。仲間まだいる。そいつ。そいつもらっちゃった。あー、無理か、そう。トーラン射線が。そいつアーマついた。いいよ、無視して、それ無視して。オッケー。ジェッパーと遊んでる。もらっといた。アジさん、真後ろ。すまん。あ、ジェッパー1枚、1枚。ジェッパー1枚、了解。落としてないか。ちょっと無理だな、俺。そいつはやった。ごめんごめん、ちょっと正面反撃するもん。マイカスはやった。自宅上がり了解。ああ、やらなかった。ごめん。自宅やった。飛びある飛びある。寿司やった。下の。ああ、飛びやった飛びやった。下の。一旦地を取ろうこれ。一旦地を取ろう一旦地を取ろう一旦地を取ろう。オッケー。左ワン左ワン左ワン。正面ハイカスだね。正面ハイカスだ。センターについた。あっ、危ね。重すぎて草。左ソイチュ。ああ、逃れちゃった。ごめん。よし、降りてるね、これ。スパセンね。やばい。死ぬ！左カバー欲しい。左めっちゃ重い、これ。俺も落とした。ナイスカバー。まだいる、ジェッパー左。まあ、ツー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 。ハイダラもいる、ハイダラもいる。やばいなぁ。ハイドラもいる、ハイドラもいる。ごめん、ハイドラもら左ね。ごめん、やるね。血をいる、血をいる。今日、寿司、アイコ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 。やれたか、ハイドラ。やべ。どうした？どうしてないか。どうしたけど、ハイドラまだ見える。見て、見る、見る。センサー、ハイドラね。左抜けた、左裏抜けてる、裏抜けてる、裏抜けてる。正面から左やばい、左やばい、左やばい、マジで左やばい。正面だこれ。ナイス、裏来る、裏来るかな、裏やってるか。やってる、やってる。ナイス、ナイス。ここ、そういかす。右に入るな。あ、セット入る。どこじゃ。裏か。ナイス、ナイス。左入りたいけどな、ハイドラが無理なんだよな。ハイドラ見ましょう。ハイドラ正面だね。ハイドラこっちに出てくる。いやー、ごめん、左もらった。降りてこられた。そいつどこそいつどこヤグラ上ヤグラヤグラやったヤグラやったそこ飛び入ってんの見るわいやーこれきついないやーごめん足場がないあれまで落とせんか落とせない落とせないいや無理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 ちょっと左スパクリ左スパクリ着地着地無理だわごめんきついなこれこれは無理だなえその速度に追いついたら僕ら死ぬけど幅ないのはしょうがないと思う単純に中央の足場がないんだよ敵陣まで行ったわけじゃないから中央の塗りがないマジでたて敵の高台まで行って足場ないっていうのはおかしいけど中央で足場ないのは当然だと思うんだけどこっちとしては無理だもんそんなえ、じゃあその他は何してんのって話になるじゃん他と見合ってるからじゃないんだって中央で1対2か1対3してんでしょうん浮いた1人3人で狩りに行ってってこといやそれをずっと繰り返してるんだったら理屈わかるけどだって1対2やってる間に中央塗り返してるからじゃないの塗り返すより前に先に詰めてるから足場ないところで戦ってるいやいやいや中央じゃん俺矢倉の中央より左側で戦ってんの左ゴール付近か敵陣の裏取ってるんだったらわかるけど、ね、そこで3人に見られててカバーカバーって言ってるけどさ正面ハイカス見られてそっち泳いで行っても死ぬけど僕らハイドラ左いた時もあるけどそのタイミングでしたらなかったけど別に
いや無理やんそんなん。じゃあいいよ、あの好きなようにやってくれ。そうするわ。死ぬから。オッケー、死んでくれじゃあ。試合負けよそれで。犬気分。自分でそう選択するんだったら責任は自分で負ってね。いやそのまんま返すけど。そのまんま返すけど、お互いじゃねそれは。いやこれはこうでしょって話をして、じゃあもういいよって言うんだったら突っかかってこないでもらっていい。それ議論にも何もなってないから、やるんだったら線までぶつかってきて。するかー、するとすっかなー、ショッツル、ショッツル普通にやるわ。ゾンビ切るね俺。オッケー、どうしようか、こっちでこれでいいか。加速やランタン、威嚇も欲しいな、これでいいわ。南コン行きますよ。了解。北コン行こう。いいよ。デュアルあれなのギリだね。右ザップ行った、右ザップ行った、右ツー、右ツー、右ツー。南コンデュアル入った、北コン、右ツー行くでしょ。何が出てくるの？ボケてんの？生やった、生やった。左詰めてきてる。これきついわ、進化。引っかかるわ。やあ、ボトルもらえそう、これ。一旦引く。いやあ、ごめん、もらった、ボトルもらえ。ボトル、敵コン付近。左であれね、中央ボトル、中央ボトル、やる削り、やれないか。うわぁ、ボムやばすぎ、ごめん、やばっちゃったわ。最短いる、最短の、やる、やる、やる、敵入りなんか一番左際ある、左際ある、来るかも、これ下がった、ザッペルやる、右見られてる。ザップどこ行ったかわかんない、ちょっと左、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 あ、そこにいんのか、まだ左帰った帰った帰った。エリア内デュアル。エリアちょうど2つの真ん中。俺やっぱ。下かに。吐かざるを得ない。デュアル削ってる。相手泡入った。ダイナマイト、ダイナマイト。ナイスナイスナイス。さあまだデュアルいるかもこれ。ボトル落とす。ボトルナイスナイス。手前ザッパ入ってザッパ入ってザッパ入ってる。どうしようどうしよう。ナイスナイスナイス。倒る倒る。まだいる？みんなに。倒る倒る。え、塗り返し任せるかもこれ。俺右入れんわ。正面何も入った。正面2、正面2。ボトルナーも正面。右では右では。敵コン1か2。敵コン1、2発。何も入っ、何も来てるな。何もやった。ちょっとやばいな、これ。逃げるかな。敵入り熱い。ごめん。南コン熱い、南コン熱い、南コン熱い。エリア、エリア、G エリア。1枚落としたボトル、バブル終わりで、右側。ザップ帰った、ザップ帰った。帰った、手前行った。南館入って、南館入ってる。あ、南館。やばい、その局者は。だからダイヤモンドザップ来るかも、これ。ボトルも落ちた。下がるわ、これ一旦。ボトル的エリア。何もやった、何もやった。ナイスナイスナイス。北まだ、北まで来た、北持ちも来た、北持ちも来た。北コンデュアル、北コンデュアル。デュアルやばいかもー。デュアルやったよ。北にはナモいた。そこあるこれ。そこまだ2個残ってる。あと1個。南コンね。
ダイモン落とした、デュアルも落とした、デュアルじゃない、ボトル落とした。死にそう、北コン。いやごめん、デュアルこっち詰めてる。デュアル死んだわ。ナイスカバ。今落としてるから、相手振ってない。ダイヤマート一発、ごめん。ダイヤマ瀕死。北コン3枚来てるかも、俺。ボトルは見えた。名前入れや、名前入れや。何削り？名前カバー行きたいけど。デュアル、みんな。名前やった、名前やった。北コンから左取れてる。ちょっとデュアルやべ。デュアルやってないか、ごめん、やれんかった。デュアルやった。正面詰めてるわ。これ2枚だね、挟まれてる。挟まれてないわ。ナモも来た、北コン。ボトル泡溜まってるよ。ナモも溜まる。いやーごめん、バブル来た。バブルまだ2個残ってる。敵やる、敵やる、敵やる。敵やるから南コン来る。南コン吐きに来る、これ。デュアルとナモ。ナモ詰めていくかも、左。左詰めてきてる。左列、左列、左列。ナス、ボトル落とした。ナモ、2発目。ナモやった。セキュリストってる。いやー、ごめん、デュアルもらった、左。ザップか、左ザップ、左ザップ。いや、デュアル、ごめん、もらった。デュアル、敵、ジエリ、左ザップ。剥がされたな、これ。あ、落とされるかも。いやー、バレちゃった、ごめん。南コンデュアルね。やり正面来た。あんま待つわ。今もたまる。待った、入れてみ。あ、マジやるんか。正面、正面デュアルね。生吐いた、生吐いた。左奥2枚ね。ボトル削り。ダイナモトになってる。ラップやった。あー、北コンデュアル。あー、バブル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 、下がる下がる下がる。まだのバブル、バブルもらえ。うわー、デュアル、うわー、ごめん。いやー、デュアル強え。めっちゃ調子悪い。声も出ねえし、まあ、何もできなかった。デュアル強いな、あれ。もちろん北コンに手伸ばさんとあかんかったかな、これ。北張りたいけど、3、4枚来る。4枚は嘘だわ。2、3枚は来るね。そうだね、デュアルが早いからやっぱり。デュアルナムザップは割と北から来るイメージあるな。アバ強えな。アバのせいで銀があったわ。俺もアバ嫌い。久しぶりに南コンで戦ったな。アンチョビ、アンチョビはまあゾンビでいいか。俺もゾンビの量増やしてガンガン押した方がいいのか、どっちなんだろう。ステージによる気がするわ。ショッツルがね、ゾンビあんま強くないから、復帰早くて。そうなんだよね。それ以外は強いと思うけどね。増やしてみるか。結構塗り合ってくれる人がいるから、俺はもう完全に前詰める動きするけど。デュアルうまいな。ダイナモボトルザップ、これ この編成なんだ、大体ここはだね。どれがうまいんだよな。まあ右なし。そうなんだ。甘い、はいよ。ごめん、ナモとアーマーザップ。右来た、右デュアル、右デュアル降りた。右ツー、右ツー、右ツー。ナイスナイス。バブルバブルバブル。バブル入った入った入った。待って、まだ1個ある、まだ1個ある。ごめん、もらうわ。ダイナモ来た、ダイナモ来た。右熱い、右熱い、右熱い。まだいる、まだボトルいる、ボトルいる、ボトルいる。ここに入ってるな。あ、ごめんね。え、まだやれてるの？やったやった。あ、ごめん、落とされた。ボトルが右。正面からな、元で。いやーごめん、もらった。まだバブルも1個ある、まだ1個ある、まだ1個ある。正面危ないよ、それ。右上がるかも。ボトル上がってる、上がってる。あ、マジか、そこにいたんか。ごめん、やらちゃった。デュアルあと一発。弾は溜まった。チャンやぞ、デュアル。
え、なんで知らないのそれ。左奥、左からボトル、右から、右デュアル、右デュアル、右デュアル、デュアル入って、デュアル入ってきた。左ザップね、左奥だ。了解了解了解。左2枚で、2枚で待って、右デュアル、いやごめん、右デュアルもらう。いやーデュアル無理だ、ごめん、めっちゃ削る。ごめん、あとがあるに。ごめん、もらうわ。デュアルめっちゃ詰めてる。いやジャンプ打ちまだあんだけ頭。デュアルやった。寿司じゃ射程不足感ある。いやーだな、ごめん。できついね、これ。右切れんかったな。うん、寿司変えるか。ちょっときつい。さすがにアーマー付きのデュアルがしんどいな、多分な。うん、しんどいね。ユアカスーツの名元ボトルが本当に寿司きついな。やってて。超ザメはゾンビでいいよな。ゾンビでいいわ。ゾンビの改良者何すんの？バケツとかとね。あ、もしくはゾンビやめて、まあ、リールとかでもありっちゃありだけど。あ、どうだろうね。必ずしも俺のツッコミで皮入んなくてもいいっちゃいいかな。なんかその辺は任せる。寿司、まあ変性美で寿司きついそうだからね。そこ変えるんだ。デュアルが単純に重いね。ビューティー変えてみるか。頑張って削りに行くわ。デュアルの射程感絶妙だよな。こっちの横振り絶対に2発耐える状態で撃ってくるから、下手に前ステップしてこねえから、ね、殺せないんだよあの人。ミスのミスだな、あれ。ちょうど左行こうかな、俺。正面入って回転抜けて左に出るわ。最初から左か。はい。牽制しかしない。まあ。ああ、だったら、いや、防空はちょっと怖いな。たまにね、防空行くと刺さるんだけどね。刺さんなかった時が怖い。だからやりたくない、そう。ああ決まると3まで声出し一戦か。誰がヒースだ。言われましたか。ステザン2枚ナモトヒッセン了解。ステザンはな左とりあえず来てないか。そうだ、ね、右ボトル見えた。左ザップしてる。ヒッセンもいる。剥がし天食いぼ一発。今帰った。右アーミーボトル。あ、待って、ボム打った。ごめん、見えてなかった。すまん。やれんかった。俺落ちてる。生剥がした。ジェパール見られてるか。必戦も剥がした。ごめん、必戦もらう。エリア必戦。ここ4枚。あー、ごめん、さすがに沼ちゃんだな。今一人。詰めてくるよ。貯めるわ、一旦。必戦詰めてる。ボトル側は持ってる。必戦は削り。いや、届くのも。はい、飛び入ってる。あ、そこか。あー、マジか。いやー、ごめん、ザップもらった。マジか、やれないか、今の。ビジ入んないやった。ごめん、手前、ザップいる。手前やつ。自陣のスロープいるわ。固まった。はいよ。どういうことかな。下に引いて。ジェッパーもうちょい、溜まった。繋げたっぽい。回転に1枚いる。ザップ落とす。必戦いる。いやー、バブルでも来てかれた。これあそこだから間に合うかな。俺もなあれたまんねえわ。正面のバブル気をつけて。セフレに実力下がって面白くない。いやー線を落としてるけど、いやーごめん。すげえな、あのナイスさんの着地は見えんかった。
やー、ごめん、これは。よし、あれ、塗り強いんだった。強いなー、マジで。強いよね。ボトルってどうやってメタルで。チャーブ抜く以外に思いつかん。ボトルのメタは。ないね。無理だね。編成的に メタは無理から、もう普通にバブル溜まる前に落とすしかないけど。タイプ2の。あー、まあ小説。いやー、どうだろう。いや、まだゾンビでいいか。あれなんだな、スペゾーダイラボなんだな。化けか。化けゾンビ、それ以外は特に変わへんかな、しか。んー、化けもらい、正面。右高ダイナモ。でも正面オッケー。右高ダイナモ。わあ、バケ届くか、ごめん、やれちゃった。これ帰るわ。正面。入っていて、バケ詰めてきてる、めっちゃ詰めてきてる。左いる、左残ってるよ。バケ剥がし。もらったマジか。バケ瀕死。あと一発ないっすか。ダイナモが溜まってるわ。手前ボトル。右手前ナモいる。いやー、ごめん、ナモもらった。入るか局者。右手前ナモザップ。ボトル削りやれんか、ボトル削ってるわ。マークが左入った。右奥のアモ。手前、手前バケ、バケ、バケ削って、バケ削ってる。よしよしよし。ボトル溜まってるよ。いいよ。ボトルの右からナモ。ナモやった、ナモやった。飛びある、飛びある、飛びある。飛びもやった、飛びもやった。ごめん、あいつになっちゃった。手前来てる、手前来てる。もう一枚だ、もう一枚だ、もう一枚だ、もう一枚いる。バケ飛んでる、バケ。ねえ、バケハマついた、ごめん。バケやった、バケやった。ザップなもね。ザップめった、ザップめった。ナイス、ありがとう。出ない、出ない。みんなも。左からもう一枚。左ボトル。正面ボトルいったわ。一旦引くね、これ。よくなも一発。バケ削りやれんか、ごめん。バケ削りやれんか、ごめん。左山か。左、入れない、入れない、入れない。バケやった、バケやった。った正面ザップ、正面ザップ。あ、入った、あ、入った。バブルね、右から。まだ残ってるな、これ。残ってる、2個残ってる。はい、よアーマー剥がした。あ、入りました。それはずれ。どこいる、どこいる、どこいる、どこいる。ミンタが2枚、ミンタが2枚。3枚、3枚、3枚。お前来るかも、これ、左。見られてるわ。左下からボトル。あ、ボトル。バケやった。ナイス、ナイス、ナイス。右高がもう一発当ててる。左何も左何もいる。何もどうした。ナイス先生、まだボトルいる、ボトルいるよ。甘いでるわ。ボトルめっちゃ削る。正面高バケ。バケ漏れそう、これ。アーマー溜まってる、相手。いやー、ごめん。右から、ダイナモ。いやー、ジェッパリ見られた。ごめん。あー、やれんか、ごめん。アーマーついちゃった。右バッキャー、右ナモ。正面からボトル。ボトルまだ入ってないや。ボトル来てる、ボトル来てる、ボトル来てる。まだ1個残ってる、まだ1個残ってる。左奥2枚、左奥2枚。正面ボトル。左奥2枚、左奥2枚。バケ削ってる、バケ落としてる。あ、入った、入った。バケ削ってる。甘い出る。やばい。バケやった、バケやった。いやー、ごめん、右ザップ。右ターザップ、右ターザップ。正面行った、正面行った。なんか削ってる、正面。あー、誰も落ちちゃった、ごめん。左行ったわ。やった左山だよ。高いわ。いいよ。ナモナイスさんの左。はい、うわ。危ねえ。うわ、バケもらいうまいな。右奥2枚、バケとボトル。右奥か、バケルとボトル。ボトル入ってきた。右入ってきた。やばいな、これ。右手間入ってる、右手間入ってる。ジェッパリ見られるわ、あれ。一発。ジェッパリ、ここ2枚いる。バケだけ持ってきたけどごめん無理だ。左手前2枚いる、2枚いる、2枚いる。裏来る、裏来る、裏来る。ナモもらい右高。バケ入った、強い。い
やーごめん、そっち見るだけだったからエリアフレンドだったんだけどな。うわ間に合うんだそれ。いやーカウント的に、いやーごめんミスったなこれ。いやいやもちろん左分かってたんだけど、ちょっとカウントあれかなと思ったんだけどね。ダイナモイタが逃げた。なんか俺左村雲さん見捨てて正面八村さんと強引に1回エリア取った方がいいかな。まあそうね、まあその場合だとそうだったし、左そのさっきの展開だと俺が左見てさっと落として3人ってのはあんちゃったかもね。いやー射程管理がダメなんだよな。ラリーでからチェックアクビじゃなかったな。まずちょっとさっき俺ミスった。強いなスメッシュはゾンビ弱いな。なんか泡で大仏乗っけて発してやってもいいですかって。ん？発して？まあ俺はいいけど、俺もいいけど。大丈夫ですよ。はい、どうぞ。俺ゾンビ切ってるよこれ。はい。ああいうえも、あみむねも、あ。アナウンサーがいるな。マジでしたもんね。本番前じゃん。あのギアよく見るな。変なギアないからダイナモが捨てたのだけやる。ギジン右行くわ。俺正面ギアある。ギアル剥がし左ギアル左ギアル。いやーごめんボトル禁止。右ボタン攻めて、ボタン攻めて。うわマジかミスった。右でボタン攻めて、ボタン攻めて、ボタン攻めてる。いやーごめんこれは。エイムミスった。手前ギュアル入ってる。ギュアル食いも一発。ギュアル無視でもいいかもあれ。うん、まあボムのとこなんも。甘いですね。めっちゃ守るわ。あわわ無理。なんか生きてる。マジか、後ろから来た。ボトル帰った。エリア塗りよう。名前やった、行こう。ザップ削り、やれてないか。正面から1、多分ボトル落としたことでしょ。手前見るわ。敵の塗りもらね。やばい、その1。落としたラップはまた待ってる。やりゃうちね。あ、芝だけ渡す。画面生吐いた。はい、ターンも入った。裏来てないこれ。裏来た。あ、ザップもらった、ごめん。裏ザップ、ザップ。裏落とした。ジアがボトル抱え、ボトル抱えた。ナモ、塀の裏。ナモ下下ろした。左から上がってくる、ナモ。ナモ上がってきた。ナモあと一発、ナイスボブ。あ、後ろ来てる。右である。やる、あと一発。やるまだ右通り。降りた、敵近。あ、これもらったな、これ。いやー、あんま好き、右である。右手悪いが。もう一回やってる、右手あるタップ。やるけど。これ来て。いやー、ごめん。デュアルはやったけど。ただザップがいる。ボトルも来てる、光。正面ダイナモン。これダメする。いやー、うまいな、そこ詰めてくんの。左ダイナモ。左いっぱい、4枚ぐらい取った。右2。右入んなくていいよ、ハチミツ。手前ダイナモ。いやー、局者届きそう、これ。うまいなー。いやごめんね、右。いやーすまん、落とされてもなかった、あれ。あれ、どう流したらよかった、俺。右、俺たち右行って、ヘイト稼いでる間に、こう、ナイス弾後ろに入れてから、体力を、互いのシャドウするんだけど。なるほどね。スペースを詰めるからさ、すぐ回るんだよね、俺。あ、もう充電切れそう。
正面から普通に塗り作りながらじわじわ上げてきたからさ。あ、そっか、ゾンナムじゃないのかこの試合。そうなんだよ、俺ゾンナムじゃないから。ゾンナムはずっと持ってたわ。あ、ごめんごめん、それは意思疎通ミスだ。すまん、それは確かに右行くわ。うん、ロドルがうまかった。あった、相手単純にうまい。こっちはあんま、アマビもまたゾンビが金のやな。相手強いな。強いね。俺なんか回追うごとに強くなっていく気がする相手のチーム。いいね、若いって。あいつ大会のメンバーでしょ。持ち込みは知らねえけど。ダイナモの人は一回ダイナモ配練習でやったことある。それ以外知らん。リアルボトルか。ダイナモザ。いないかな、ステーション。うわ、マジか。いやー、マジか。いや、ごめんね、やっちゃった。いやー、ごめん。無理だった。右手前デュアル詰めてる、デュアル入ってる、デュアル入ってる、デュアル入ってる。こういうオーケーなの、デュアル。デュアルめっちゃ詰めてる、めっちゃ詰めてる。ダイナモ来た、ダイナモ来た。ニンニクダイナモ、ニンニクダイナモ。ナイスサマ、ナイスサマ。割れないかな、割れないか。ニンニクから降りたな。なんか削り。左一枚。左2枚、ダップもらえ。左広場。右手前、左広場。俺帰った。左2枚、泡生。探してはいる、探してる。ちょっと一回引っ越す。正面だかな、ナモ。ナモ瀕死。ナモあと一発。バブルバブル、右からバブル。デュアルやった、デュアルやった。お、落としてないか、マジか。ラグ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 。デュアル、ボトルがいるぞ。ナイス。やばかったけど今デュアル。正面高あれ、ね。ダイナモ。左抜いて左抜いて。ナイスバレから。一回リアルの一回。右からデュアルから？デュアル右からデュアル。了解了解。したとした。ナイス。正面ボトル正面ボトル。スーパージャンキャンマンだなあれ。あ、またまた。ボトル抱えた。ナイス。あれ落ちないかな。右奥だよな。はい。無理だよ。相手はあんま。生剥がした。ボトルまあまあ剥がした。デュアル右。ケンタケンタ。画面ボトル。いやーごめん、これは無理だわ。左ギャル、左ギャル、左ギャル。デュアル左から手前詰めてる、手前詰めてる。自宅は手前、自宅は手前。無理かな。違うこれ。いや、バブルもらい。バブル右から、あと1個、あと1個、あと1個。はい。デュアルも来てんだよな、やば。ナイス。右手前までボトルいる、ボトル。怖いこれ。はい、オッケーオッケーオッケー。右の左の正面高、正面飛んでる、正面飛んでる。ナーモ2発、入った。正面デュアル。うん。え、うわー落ちるんだこれ、ごめん、やっちゃったわ。デュアルあと一発。デュアルはやった。サンじゃない、ナイスさま。パワーボトル。ザップやった、ザップやった。よくボトル。ボトル食いばってる。ボトルやった、ボトルやった。左固めるわ、俺。右一枚抜けてる。広場だって、広場だってく。やるやる。みん任していい。やれた、やれた。ナイスナイス。でかいそれ。はいよ。カウントだけど。正面ボトルナモ。ボトルどうしよう、ボトルどうしよう。神？相手合わないよ。タワー、タワーデュアル、タワーデュアルあと一発。ナイスアップザップ。ごめん、ザップもらったー。左ザップ、左ザップ、左広場ザップ入った。ザップ、左ブロック裏、ブロック裏。タワー、タワー付近まで来てる。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。あと1カウント、あと1カウント。ナイス。ナイスはもっと流行ったなぁ。その僕だった。S。なんかあれだな、心なしが動きやすそうだな、俺がちゃんと。
ど。諸説、諸説あるそれ。だから単純にゾンナモと合わせたことがないって。まあ、それはあるね。いやバッテラかどうしようかな。リール持つ？リールか。リールで行こうかな。どんなモテる時の動きがわからんまだ。ここマジでゾンビかゾンビじゃないか迷うな、どうしようかな。そうね。普通なモテいいんじゃない？ここ普通で行こうか。ここ普通で行くわ。ペゾー黒のモビ。ここねゾンビ弱くはないんだけどね、やっぱ相手の復帰が早いからか、なんか相手の勝ち筋潰しがあんま機能しないんで、ゾンビは。マンタとかあんなのっていいんだけど。バッテラとショッツルはちょっと弱いんよな。これステージ指定あったっけ？違う、で、8ステージ決まってる。ああ、すみませんな。難しいことよし。8月のガチマステージ。ああ、なるほど。ああ。え、じゃあ、歩道のとか。3人ステージ、ザッペが2ステージ。ああ、いいよ。行くか、正面、橋すくい行く。橋すくいって行くできないから。大体甘くいた。砂利すくい降りた。エリア内1枚。エリア内すくい。手前何も来てる。壁上がってくる、1枚。壁上がってくる。左めっちゃ熱い、左めっちゃ熱い。ダイナモ食い棒で足場だけ取ってる。スクエイク詰めてる、スクエイク詰めてる。スクエイク入った、スクエイク入った。いやーごめん。タワーからもらった。あ、もうなんか、待ってた、ごめん。タワーザップ、ナモ。ダイナモ走る。ダイナモ走るから左。自害塔から回ってきてる、相手。ナモやった。ナイスです。ナイスです。左集めるかも、これ。右奥は、右奥2。エリアムタロウ。ザッパと一発、ザッパやった。スクイカもいる。右を勝つ、右を勝つ。あと1枚、あと1枚。スクだけ、スクだけ。左2枚。マーネとダイナモ。下がるわ。了解、了解。いや、これ俺スクイカタイミングどまんわ、これ。無理だわ。スクイカ JD。あともう1枚。ナイス落とし。1枚の方やった。マーニが落ちてる。スクイカもらいね。左広場。カバー入れたいけど、あと一発。いやー、ごめん、かぶっちゃった、1それ。向いたかな、ごめんね。ザッパ左広場。正面広場いる。エネに打開するわ。一発溜めるね、一旦。もう溜まる、もう溜まる、溜まった、溜まった。左スク行く。オッケー、行こう、これ。ナイスワン前入れる、右蹴り。オッケー、右ワン。右ザップ。端から、端2枚。スクイクザップ。右ワン、スクイク、右スクイク。左2枚。左行く。あとナモ、左広場。ナモあと一発。ナモ、ごめん、インクねー、切れた。俺は死ぬわ。ごめん。スクイク、うめえ、ごめん。スクイク溜まってるわ。右来てる、スクイク来てる。溜まってる。あ、相打ちか、マジか。ごめん。スクイク正面入った。スクイク右手前入ってる、右手前入ってる。スクイク吐かした。ナイス吐かし。スペット余ってる。やっぱ半分かな、まだ。これ危ね、吐く。やっぱもうちょい。右奥、じゃあ、丸か。右下マニュー。もらった、危ね、右下マニュー。エリア内ザップ、ついてはエリア内ザップ、左高上がるか。あ、1になっちゃった、ごめん。ダイナモ1。足上、だったかな。ごめん、これは止めるだけだけど。止めてはいる。ダイナモやってた。もらった。足上1枚。いやー、もらうな、ごめん。もらう。スペック1発。ジエリ。おいしい。インクないな、これは。いや、スクイクうめえ、ごめん、か負けず、勝ちでもすっか。あー、レッド対面逃げてたらきついよな。ごめん、俺左行った方がったもんな、これ。俺、バッテラ左行かないマンだからな。
対行った方がいいんだよな。うわ、さすがにちょっとゾンビは。うわ、この辺で。エアギアどうしようかな。初め何持っていいか分かんない。ここもバブル強いんだよな。そうね、バブル強いね、ここね。カス、カス。チベで行くか。ああ、まともなギア作ってなかった、ヘグが出る。なんか全体的にラグがないって聞かれた。なんかこっちもラグ、ラグって大体来てる。デュアルラグかった。デュアルがラグかった。やばかった。殺した後3月ぐらい溜まってきた。なんかね、最近このゲームがラグい気がする。ラグいね。うん。誰も悪くない気がする、これは。いろいろやばかった。うん。これでいくか。なんかおかしいよね、最近。なんか俺、回線速度遅くないのになんかたまにラグいってか。あれみたいな。なんかダイナモ入ってさ、やっぱしぶきが多いんだけど、そのしぶきが遅れて飛んでくることがよくあって。スプリンクラーじゃない。そういうこと？なんか相手にラグいかってきたら別にラグくないよ。だったりするし、なんのこっちゃわかんない。スペゾーか、一戦ステージャー。どかい？正面だと左ダイナモ。左のダイナモがない。左もダイナモ。ごめん、必戦。ガソクガソク。お、打ちだけしとく。はいよ。ごめん、カバー遅れた。ごめん、2、右上にミサイル撃てる、ミサイル撃てる。ボトル削り。ボトル変わった、抱えた。何取れるかな。何もいる。視線右広。やった。もう一いる。ラップ抱えた。ボトル右ね。任すねそこ。うん、見てるけど。ボトル持ってる。ゴムだけ入れに行くわ。左ちょっと薄いから左見に行く俺。ボトルやった、ボトルやった、抱えた。何もが入ってる。左な、まだ降りてないな。はよ。アーマーに返す俺これ。右爪刺してる。あ、いや、両方アーマー2人溜まってる。右必殺。左なしまだ。ほら、右に。4枚ロック。あの削り。右からいっぱい来る。はいよ。前、必殺削り。どうせんか。入れないな、もう。泡入ってる。引くね、これ。1枚返す。左ね。あ、これボトルマークの。危ねえ。ボトル手前いるよ。ザップ見合ってる。ナイスカバー。まだいる。必戦地右山。あー、オッケーオッケー。見えないか。必戦あと一発。必戦やった。ナイスナイス。ナイスアクセスオッケー。左？これ相手に落ちね。ここゆっくりこ、これ。じっくり待とう、これ。相手は回る。いや、あれ相手の山に返すね、これ。3枚ロック、右ワンだけ入ってない。右から1枚必戦来た。メトロとしてないか。なんか1枚やった。1枚やった。右必戦。な、2対戦。ラスト、ラスト、ラスト。多分左。ちょっと見つめろ、俺。必戦右は抱え、必戦抱え、こう、相打ち。でかい。ナイスー。ナイスー。ここはさすがにゾンビじゃねえな、ダイナモ。あれ？ありがとうございました。疲れた、今日も。下が回らなかったらしいから。下回らなかったけど。いいね。あいつのダイナモとザップ機能停止してくれな。あの、誰かわかんないけど。デュアルの人か。ああいう人ねえな。クソ陽キャだ、デュアルだった。最後までゾンナモとの合わせ方分かんなかった。
どんなことじゃなかったしね、なんだったらね、最後までステージ気にしようがないよ。あ、これやばいな、ラグイシーンあるんだけどさ、持ってるラグイバ、持ってるラグイ、あ、あ、ちょっと配信あれだ、あります、あの、なんか蜂蜜が名指ししてる。あ、本当に、あ、そこね、あれの時俺死んでたよね、そういえばな。投稿するわ、殺したなと思ったんだけど。いや、これはね、しゃーない、マジ。今なんか明らかにラグい、なんか人によるよね、ラグい人はラグいよね。うん、回線がどうこうじゃなくてラグい気がする、なんかわかんないけど。俺もだからそれ言ったら結構言ってた、あの、あ、対戦相手の人もなんか最近高校でこういうラグさある気がするから、多分それだと思いますよ。だから今日開けてみた。あ、それだと思うけどな。これはまあ、やばくない？これは。まあ、いけつないけど。まれによくあるやつだね。何発撃ってんだよってくれ、撃ってる。ダイナモで結構そういうのあったな。タイミってこれはビビったね。あっち。まあ、ラがしょうがねえな。そこだけだったからね、多分。うん、それ以外は全然普通だったから。いや、多分あるある。回線のあれで。ただ単に回線速度が遅いだけじゃないやつがある。いやー、バッテらしかったな、この戦が。あ、モンハンで？あ、忍耐か。あ、忍耐、あ、そうなの、モンハン出たんだ。スイッチでモンハン出たらしいけど。モンスターハンター、ライズ。これゼルダ。プレステ5出るから金なくなるからやめろ。いくらでも足らんけど。そんなことよりも桃鉄よ。確かに。桃鉄はそうだわ、やるぞ、俺たち。NG4 人でやろうぜ。買ったな、マジで。桃鉄は買おうよ、さすがに。捻出できればやるって前から言ってたじゃねえか。いや、そうだけどさ、いや、もちろん買うつもりはまんまん、金が、あ、あ、モハン、これがモハンなのか、ゼルだから言うんですか、俺ですよ、なんか透けてフォルメされてんの、今なんか虫キングみたいな、そう、ね、虫キング虫キングみたいな、アダー、アダーコレクション持ってたな。目が赤いやつ。そう。俺、あれ、タランジュスツヤクワガタ。持ってた。マジで強さ200。そう。もう一回も強さ200引けなくて、親がなんか見かねてオークションで買ってくれたんですよ。そうなんだ。タランジュスと、なんだっけ、マンディブラリス二股クワガタ。強さ200引いた瞬間に、その日になくした俺。泣いたね、さすがに。泣くよな。あれ？泣くしやめた気がする。落としたんだよな、カード。泣いたな、その瞬間。装置みたいなやつ。さすがにその瞬間はもう、ああ、キングいいやってなった。これまた別のタイトルだな、ね。モンスターハンター、レイズっていうのが。あ、また違うんだこれ。ストーリーズ2って、俺その1を知らないんだけど。モンスターハンターライズは、モンハンの新しいやつ。3月26日、おっさんとこ強いな。連携が練り上がってる感ある。いいよね、なんか強いところを生かしてる編成な気がするわ。うん、ボトルとデュアルの強さをガンガンに押し付けてくる感じの戦い方するよね。ああ、やべえよ、あの武器たち。
そこにダイナモ入ると塗りが安定するからね。うん。内装もあるせいで、オールに持ってかれづらいから。細かい塗りをザップがやって。そう。リュカスボトルも塗りそんなにめちゃくちゃうまくじゃないしね。うん。やっぱダブル潰すんきついな。ダブル潰したくて黒ナモ持ったんだけど。まあそれが刺さった部分。アマビとか勝った試合はそれが刺さったんだよな。だね。うん。アマビはいい動きできた気がする。どんなもってさ、合わせるもう一人の前室で突っ込むべきなのか、それとも下がるべきなのか分かんない。分からん。俺さ、何も考えてないんだよね。敵の方行ってるからさ。ただ、ダイナモがさ、強ポジに入るとうざいじゃん。うざいね。そのため、そこに入るためのリスクが減るんだよ、ゾンビ。っていうためだけに採用してるから。ああ、なるほどね。なんかわかんないんだよね。詰めてキルできるならそれの方がいいかもしれないけど、そのせいで総崩れになることもあるから、ゾッキーダイヤも。うん。あれ合わそうと思うと、メスの動きはあれでいいと思うから、あれ、だまあまあもう一人もだから、詰めるか、キル取れるけど死なない中衛かどっちか。な気がする。なんとなくだけど。どっちかよね。どっちか、わかんない。俺のヘイト利用してしっかりパッて拾ってもう一回また待ち構えるっていう布陣にできるか、それか一緒に突っ込んで二人でねじ込んできるかは分かんない。それならもうゾンビにガッツリ振り切ってもいいかもね。二人置いてるからどっちかのゾンビが確実に絶対戦場にいるように飛び続けるようにするとかだったらまあ強いと思うんだけど、キャンプとかと合わせると強そうだけどね。いや、キャンプは強いね。キャンプがいねえもんな。しょうがないね。でも、キャンプだと逆に死なずにキルできるから。そのこと、どんなもんクワッドとかの方がなんか良さそうな気がするな。ゾンビと組むならそうかもね、もしかしたら。若葉クロとかってやるんだったら前は多分。その二人ってね、エリアより前か後ろぐらいしか行かないじゃん。まあ、たまに黒とかは資料使って強引に動きたりがあるけど。寿司じゃちょっときついかもな。やった感じとして。俺らがやった時だってあれだったもんね。ロング、村くも入んとクソ刺さったけど、あれは結構前に出るプライムと、ロング。だからね、結構やっぱ俺の、削りに弾が通るやつらだよね。だね。確かに、はちみつのそんなもと俺やってるとき、だいたいロング持ってるもんな。確かに。なぜか持ってる。ロングの方が合わせやすいな。なんか。なんだろうね。射程はないと、あれかもね、ちょっと死ぬ。きついね、うん。寿司なら、多分俺は、普通のダイナを持って、しっかり足場作りだから。うん。の方がいいかもしれない。寿司なら俺が蜂蜜のカバー入れるって、蜂蜜が俺のカバー入れるのが動きやすいっちゃ動きやすいんだろうな。うん、だったらゾンビじゃなくていいんだよね、きっと。そう。後半はだからさ、俺スペゾーにしてたんだけど、普通の名前にしてたんだけど。勝った試合は、ね、まあリル持ってたけど、まあ、言い方としてはそんなに変わんないじゃん。あんまリルと寿司は変わるか。俺の寿司の立ち回りがそんなもんと合ってない説はあるな。全員の立ち回り強制してまで俺別にゾンビ持たなくていいからな。ヘイトを稼ぐ感じの寿司だったら多分合うのかな。いや違う、どうなんだろう。かんねえ。まあ普通にやっぱりデュアルがきついからね。ゾンビダイナもデュアルに勝てないからね。まあ、勝てないね。うん。しかしダイナモのくせに最低限の塗りがないと動けなくなっちゃうから、ゾンビダイナモ強いか弱いっすは結構怪しいね。かなりリスキーじゃないや、なんて言うんだろう、すごい特殊なあれになるから。手越した時にこっちには疑似ほとんどいなかったしな。それ割れてみりゃね、疑似の時はしっかり塗り作らんと疑似でボコボコされるもんな。だね。
な感じはする。まあ単純にステージによるかな。あ、ステージはあるだろうな、さすがに。あ、ワンダとかあれ。だから勝った、ゾンビで勝ったステージはゾンビが強いと個人的に思ってるステージで、ゾンビじゃなくて勝ったステージはゾンビが弱いと思ってるステージの印象がある。まあ普通に負けたステージもあるけど、ゾンビが弱いなと思ったステージでゾンビは出してない。なるほどね。ショッツルとかバッテ、まあ、バッテラはちょっと諸説あるけど、まあ、バッテラとかかな。でまあ基本はね、相手のダイナモみたいなギアだから基本は。まあ。そう。かなり特殊だから、どこまで行っても。今回は若葉と、意地気味、あ、前線アット1だから、ゾンビでもいいかなと思ったけど。そうでもない限りは持たない。なんだよ。まあ、実際、ゾンビ持って何もビンガとしてもあったしね。アンチョビは完全にしてやれたな。デュアルにボコボコされてた。俺もされたわ。酢飯とか、酢飯ももういいようにされてた。あれはやられちゃった。酢飯もゾンビ、いや酢飯はね、ゾンビマジでわかんない。あっこはむずい。ゾンビ使いたいんだけどさ、せっかくダイナモエリア酢飯普通に戦ったら強いのに、なんかもったいない気がしてきて、普通の持ったんで、ね。まあ、そのせいでちょっと村雲は笑わしちゃったけど、つかめなかったな、ゾンビだの立ち回りは。まあ、そんな俺も対抗戦普通の武器でやるのめっちゃ久しぶりだからさ。ああ、俺デュアルがあんな強いの忘れてたの。その人類は忘れていたって感じ。奴らに支配されていた恐怖を、奴らに支配されていた恐怖を。強すぎだろ、ボトルとデュアルマジ無理だね。長いよあいつら、クソきつかった。ボトル乱数ないからさ、タップ打ちだと、うん、逃げれない。キャラコンにはそこそこ自信あるんだけど、2発食らってたら逃げること多いんだけど、あいつら局者強すぎて逃げれないんだよね。シューターのキャラコンもさ、なんか相手の乱数ある武器でさ、なんかちょっとずらしたら乱数でばらけるから当たんなくなるんだけどさ、はいはい、それ関係ねえんだよ乱数ねえから。ただちょっと指が疲れるぐらいなんだよね。うん、あのチーム強いね。なんか強い。変な、その辺の変なチームね。ガチそうだな。頑張っていただきたい。若いんだ、この人。若さはいいねって言ったけど。町君は高校生。はあ、高校生。あら。若いな。そんな時代もあった。そんな時代もあったな。よくねっしょ。まあまあ大会だからそりゃ連携はしっかり取れてるって感じだ。コロメさん、さんあれだな、あんま対面できなかったな。コロネって調べるとダメだ。あのなんとか犬神コロネが出る。おがゆーっつって全然知らないんだよな。知らないか。方言系だな。あ、そう、めっちゃ方言強いよ。映るっていう。なるほどね。よく知ってたよ、名前だけでも。あー、このさ、ヤグラ2700言ってんの。エリアは26後半とかなんだろうな。強いな、それは強いわ。うん、あの対抗戦ナオミオンで対抗戦した時、このチームこの人ともう一人が上手かったんだけど、その人がやっぱやれんかったな。もう一人はナイナモ使いじゃなくてハイプレが異常に上手い人、もう一人はなんかねフォロワーがめっちゃ多いなんか AC の人だった。へえー、その人キャリーする感じだったのかな、わかんない。わかんない。なんでこの人みたいな人がね、なんかツイートで見て偶然フォローしてたから、まあ、ランプさんって人がいるんだけど、ランプさんがフォローしててやってみますかって声かけたら、じゃあやってみますって。なんかね、うん、
もみないしでしょうね。フォロワー 5.7 万人いるからね。やば。絵描いてて 5.7 万人って多いよな。多いね。面白いこれだと。この人はまあ、うまくはないから。普通に頑張ってたけど。ここはベスト8まで行ってたし。よし、じゃあ明日、久しぶりの出社なんで、今日は寝ますわ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。久しぶりの出社。秘密、あの、フィットボクシング2買ってよ。やらない。ならリングフィットか。モンスターハンター。モンスターハンターライズね。新しいやつな、どうなんだろう。懐かしいプロ野球ファミスタ、DS 版持ってんだよね。あ、本当に。モンハン買う？金次第だよね。金次第だね。俺も。行きます。お疲れ様でした。いいっす、お疲れ。おつ。モンハンはどうしたんかな。なんかでもさ、絵柄違うよね、今まで。違うね。何？カサドリ？こいつ弱いだろ。こんなん、あ、ちょっと和風なんだ、今回。和風、ちょっとどころじゃないわ。ゴリッゴリの和風だ、これ。いいね。百鬼夜行とか言ってるもんだって。初めと二人で行くか、モンハン、狩りに。マガイマガド強そう。ジンオガポジカこれ。モンハンいいね。楽しみだな。ワールドが特殊だったもんな。前と同じ感じだったな、まあ、そうなんだよね。特殊すぎてちょっとついていけんかった。面白くないことはなんか最初の何週間かクソ溜まったんだけど、ちょっとゼルダ絶対手越し買うな。次なんて手越し。ゼルダ。ゼルダ好きだよ。あ、そうなんだ。ビグミン3もいいね。ああ、そう、ビグミンも出るね。もうダメだ。解体ゲームが欲しい。積みゲーを終わらせないと新しいゲームができない。今からやんの、積みゲー配信。いやだな。じゃないでしょ。FF14 やる。くさ。疲れた。めちゃめちゃ喧嘩するやん。だってムカつくんだもん、あれは。いや、ぶつかり合うのは別にいいんだけど、じゃあ俺こうするわっていうふうになんか諦めたように言われるのが一番腹立つ。まあな、ただただムカつく。それは俺が切れたのはその点に関して。俺はあれに関してはうちの手も取れないな。でもどっちかというと賛成は村雲だな。俺がゾン前出てたから。出るんだったら俺も行かなきゃいけんから。前は出てほしかったかなって感じ。ただまあ、あの人の考え方がね、もともと自分の、なんだろうな、対面力不足をこう、ああでもない、こうでもないっつって、ねえ、なんかこう補うっていう感じの考え方だから。やるとしたら、もう完全にゾンビは無理なんだよ。そうだね。だってゾンビで、前でヘイト買ってるからさ。昼のあらゆる場所に移動するんです。無理なんですよ。まあ、これはまああんまりね言いたくないというか、まあ言うべきじゃないのは百も承知なんだけど、たまにさ自分のできないことをさ、うん、周りの立ち回りのせいに押し付けてくるってあるじゃん、あの人。まあたまにね。まあ、たまにね。あ、お互い様だよね、そこは。もうそれがお互い様だと思うんだけど。俺たち前だからこうしてほしいっていうは押し付けだからね。そう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 。だからそこで、まあ、圧力が生じる可能性は十二分にあるよなと思う。あるね。村友と俺って結構考えあるじゃん、どっちかって。なんか似てるね。うん。殺したいもん、的なこと。あの人全然違うからさ。しょうがないね、そこは。しょうがないね。
まあ、お互い、あの、熱くなっちゃって、言い方が悪くなっちゃって、まあ、泣いちゃったって感じだろうな。来るなら最後まで来てほしい。そうだな。あ、途中でじゃあもういいっていうふうに言われるのが一番ムカつく。いつもそうなるね。うん。俺、それが本当に、そこだけが嫌い。おたぶさん自身のことは仲いいし、好きだと思ってるよ。そこだけは本当に嫌い。いや、ちょっと村君もいいわ。もうそら、いや、しないしない。もういいわっつって。それは、もうはぁって。ちょっと村君もになんか話したら、いやいや、知らん。いや、好きなようにしたらっていう俺、このから。イラッとするよ。あ、そうっつって。だって、言ってくるなら最後まで来てよっていう。話し尽くしてないじゃん。久しぶりになんか、スプラトゥーンじゃないところでしっかり切れるみたいな。いや、だって、自分から、いや、ちょっとそれはっていうふうに言ったのに、じゃあもういいわって投げ出されるのってなんなんっていう。なるほどね。突然殴られて、殴り返すとしたら、ちょっと暴力良くないですよって言われるようなもんじゃん。それやばいだろ。まあな、まあ。喧嘩するのは別にいいよ、俺は。だと思うけどね、こっちもこっちで俺は好きじゃねえからしねえけど、まあそれはあり。弟さんは立ち回りは喧嘩しなきゃね、分かり合えないから。そうだ、ね、どちらかが譲歩するまで説得しなきゃダメよ。ああいう譲歩の仕方はやめてほしい。ただなあ、こういう部分もあったね、じゃあこっちのファウはどうなのかっていう、そういう話をして、なんかちゃんと中間点っていうか、ちょうどいいポイントを見せてきたよ。なるほどね。でもったいなくね、それって。そうだよな、せっかくやってんのに。対抗戦のモチベが、2人とも対抗戦に出せる考え方が俺は素晴らしいと思ってるから、1回1回の対抗戦無駄に戦って感じが。だから行くんだったらそこ行こうよ。もったいないしないさ。せやな、正直にこういう風に俺も向こうも不満たまるしね。そうだね。じゃあその場で発散した方が良くない？大事大事だと思うんですよ。俺はまあ村雲タウから自然とそっちに寄っちゃうけど。だけど、いやもうそこは詰めてぶっ殺してよって、まあ、なるよな。なる時もあるね。そうじゃない時もある。そここうだから高校して詰めれないよって言うんだ。ああなるほどねって思う時と、いやいやそうかもしれんけどさって時ある。あるあるある。どっちかだよ。だからそこはまあ調整よな。要調整の上で、ね、立ち回りが違うからこれは覚悟の上ではあるんだけど、今回はその調整を放棄されたから、いやいやイラッとしてる。それ違うじゃん。そうじゃん。来るなら最後まで来いよ。動きづらいから変えてくれってやること自体は俺は全然いい。そうだね。だこっちもこうやりたいことがあるんだけどっていう話をしてるから、ちょ胸にかけて胸にって言ってみてよ。胸にかけて胸にって何言わせんの。キルですね。最低だな。四つ身ワード名前がすごいな。妖怪じゃん。アオシラいるんだ。どうした？モンスター同士モンハンワールドでモンハン縄張りあったじゃん。それをこううまく生かすみたいな話してた今。モンハンか、モンハン面白いんだけどな、キャスラクションだよな。どうしよっかな。あのね、モンハンね、ちょっと一からやりたいってことあるね。うん。クリウヤコアウトよ。著作権あったらアウト。今何やってん？エーペックス試し打ち。エーペックス普通にやってんの。ミリミリミリ、あと一発なんだけどな。3月26日の今月です。あでもスイッチもなんか
みんな買うだろうな。いや俺は怪しいな。しかも来年のサンガさんって俺がどうなってるかマジわかんない。あぶねー。マガイマガドのアミーボだ。威嚇すぎるだろう。8700円。まだ買うしかないやん。なるほどね。結構モンハンは買う派が多いんだ。まあ買うよな。どうしよっかな。医療キットを使う。早く終わり。モンハンはいいかな。まあ分からん。まあいろんな情報が課金されていく上で買え。まあね。うん。もう開始するらしい予約は。はいや。すごいスタイリッシュアクションだな。ワールドのいいところをもらった正当な続編って感じが、匂いがするね。レウスじゃねえんだよな。だそれ。はい、それ。行くぞ、レウスっつってるわ。全員モンハン買うつ。買うわな。やっぱモンハンすげえな。エイペックス楽しいな。エイペックスで対抗戦したよね。くさ。エイペックスで対抗戦はやばいだろ。あのスクリームじゃん。スクリームってやるな。うん、ダイヤ行ってからでしょ、それ。最低ダイヤだろうな。ダイヤ3だな、最低。マリオットのギャザラやってんの今ね。ジョブクエってあるやんけ。ああ、ジョブクエあるね。ジョブクエさ、俺、なんだっけ、レベル80のジョブがあるのにさ、5からやってないからさ、やった。作業ゲーじゃん、そのレベルだったら。そう。気づけかったらルレイかな、いいでしょう。ああ、ルレイ？そう、イノ君が。イノ君めっちゃ表情やってんだよ。村子もやるか。PC で入れるか。
引き継ぎができんの意味がわからんのよな。何ができてない。パスワードさ変更してそのパスワード入れてんのにさ、なぜか承認されないっていうね。出そうだったさ。あ、なんかミスってんじゃん。大文字とかさ小文字とかさ。最悪まあ持って帰ればいいよ。見しまくったね。3回ぐらい書いても打たなかったからやったし。必死でやるわ、もう一回最初から。最初からやるんでいいだろ、別に。村子もさ、装填面白かった。面白かったね。面白かった。あったね。じゃあ、このゲームやってちゃん面白いって思えるんだったら、まあ、漆黒はやってほしいな。F14 は面白かったよ。あんだけハマってたもんだって俺。死ぬほどハマってたでしょ俺。ずっとやってたもんね。やってたよ。やろうね。もう一人始める人いたら嬉しいな。もう、のちけさんとかが結構進めちゃってるからな。どこらまで行ったの？金払ったら漆黒まで飛ばせるよ。レベルとか冒険録ってのがあるから。レベルとかまで終わった状態できるな。レベルとかどうなってるの？レベルもあれだよ、70になる。ああ。だけどそこまで。ジョブしか選べんけどね。あ、そうなの？のちけさんは勝った。勝ったんだ。稲井さんがガチでハマってたから。申請がさ、ちょっとだるじゃん。うん。まあ、かなり簡略されたんだけど、アップデートで。しかも申請で飛べるようになったしね。はあ。だから、まあ、今始めれば早く終わると思うけどな。それとも、せっかくグレンマーに行ってやったら、ね、何もやってないんじゃん。まあ、やるかどうか知らんけど。なんやかんや、飯野くんとユッチーはずっとやってるから、その二人ずっといる。だろうね。あの人たち、FF モンスターだから。よう、白までやったな。ヒーラー、むずいじゃん。慣れたね。慣れたんだな。マジで。最初からずっとヒーラー通してるもんだけど。まあ、そうか。でもあれよな。ヒーラーはシャキンのは早いからいいよな。高級化粧は。ああ、どうしようかな、これ。多分、確信とダメだよな。モンスターハンターダイレクトになってる。インケルドダイレクトだ。アルモンファクトリー出るんだ。モーテスのあれ何もなかったっぽいね。ああ、そうなんだ。誰か言ってるだろ、めっちゃな。いや、プレステ5が出るもん。どうしようかな。プレステ5はさ、安いんだもん、高えけど。安すぎるんだよな、あれ。あのスペックにしては。まあね。困ったね、こりゃ。村君は何のゲームに目つけてる？まあ、モンハンとモデスかな、とりあえずは。あとピクミン。ピクミンはね、俺の幼年時代の思い出だからね。なるほどね。ピクミン2、未だにクリアしないもん。ゲームキューブのやつやってたからね。はいはいはい。こっちにいいものがあるかも。楽しいな。職場さんとエピックスやかろうかな。やべえ、女の子でやってるから。
あ、明日は暇らしいから。なんかデートじゃないらしい。デートなの？デートじゃない。いつも女の子といるからな。うん。女たらしの主婦を。イケボの主婦をイケメンのジャックだから、俺の中で。確かに。京子さんでも実際、甲子園にちょっとだけあったんだけどさ。イケメンだった？イケメンって言うらね、なんかすごいね、柔らかい感じだった。ああ。ふい似合わず。結構ね、ニコニコした人だった。どう言ってもイケメンじゃないみたいな言い方なんだけど、そうじゃなくて。メガネかけて。ふわふわした人だった。声はさ、もう、あご、ガリッガリにとんぎったイケメンみたいな想像しちゃうじゃん。そんな感じじゃなかった。進化シールドを発見。レベル3だ。お待ちかね。ジップラインの時間だよ。またのパスファインダー保管庫開けたのに、アーマー金と紫はね、取らずに去っていったぞ。拡張エネルギーマガジンがあった。スコープを発見。中距離用の。GI の精神でしょ。GI の精神。でもなんかジャンプ軌道マスターだったから気合いなんのかもしれない。アーマー育つからいらねえよってやるのかな。イングマン楽しいな。いやクロスプレイが待ちきれないよ。エーペックスの。これやんないよ。え？なんで？クロスプレイ来たらさすがにやろうや。これやんない。なんでだよ。俺、蜂蜜やるときに、ある程度活躍できるようにと思ってずっとエーペックスやってます。そんなすぎるかそう。そうだよ。やばすぎでしょ。 PS4 ってさ、あれじゃん、エイマジスタルからさ、ある程度上手くないと潰されるなと思って。いや、ま、いやアシストあるけど、どうなん、強いとは思うんだけど、俺が下手くそなんだよな。俺さ、変にさ、スクゴーしてる癖があってさ、異常性さ、それのせいで多分外れてんだよな、アシストは。なんかあれ、やるときに PC でやってるとパッドのやついるんだけどさ、うん、いやパッじゃんっていう風になる。まあね、PSO はさ、あの PSO の方が今さ強いから、うん、そうだね。まあ実際相当でかいよな、今アシストは。今さでかいよ、明らかに強い。アサラのは早いから、ハチミツが倒したやつのデスボックス当たり続けるわ。いや俺そのハンマー取ったことないからね、言わしてもらったら。向こうもアシストあるからね。そう、あ、そうか、どうなんだろう、それ結構あるんかな。あるあるある。ないわけなくない。そんな違うもん。いや、ちょっとエイムアシストなしの人間でやったこと。こたのパスなんで紫取んないの、マジで。なやっぱそうだよな、あれになって、フラチナになった瞬間溶ける速度が尋常じゃないぐらい速いもん、プレスを。俺らにとって PC 勢におけるゲームアシストってなんかもうあれだからね、完全にオーテムの病気だからね、ほとんど。うん、吸い付くんでしょ。ちょ、俺 PC やってねえからわかんないけど。 PC やってやん。実際 PC で Apex だとどうなの、ハチミツまで。ん、ハチミツの PC で Apex だとどうなの。なんかね、重すぎてさ、プレイはできるんだよ。で、開始もできるんだけど、あの、接敵すると重くなっちゃってさ、建物内でさ、なんかオクタンと対峙したんだけど、うん、一瞬止まったとさ、オクタンが、あれなんだよね。なんだっけ、忘れちゃった。ミラージュのウルトを使ったんだよね。まあ、使ってないんだけど、まあ、3つに分身したんだね、奥さんが。勝てるはずなし。無理です。
戦闘になった瞬間話にならなかった。あさって動くとかはできるんだよ。クガネ登山かやるな。まあ、だって村上もクガネ登山したことないでしょ。ないね。クガネまで行ってるよ、確か。あ、クガネまで、クガネどこだっけ、名前覚えてない。の真ん中ぐらい、あの和風の。あ、そこ行ってる、そこ行ってる。あ、そこのでかい城にさ、外側にアスレチックが。へえ、そんなあるの。そこ一番登ってくるんだけど。強いね、そう思ったから。敵はいない、敵はいない。あ、いないんだ。ただただキャラコンで。あら、あれじゃん、飛ぶ距離って変わるじゃん。変わるな。ジャンプとかスプリングとかする。そう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 、ああいうのでやっていく。やば、あれってそういうキャラコン求められるんだ。そうだよ、そういうゲームがあるんだ、このゲーム。コンテンツでもなんでもないけど、クガネ登山はそれの一つ。まあ大豆の立てたお豆カンパニーはこれをやらなきゃいけない。通過切れみたいな政治。そんな魔のルールがあるの。そうなんだ、怖っ。 ID とか討伐装備室に行くだけじゃないの、この。まあクラフターもだって上の方まで行くとクラフターのスキル回しで勝負してるから、ね、意味わかんないでしょ。いや、感じだそれ。このゲーム上を見ると、まあ、PVP もあるしね、このゲームね。PVP は俺全然触れてないけど。俺も触れてないわ。わ、やばいね。スプラトゥーンぐらい気合が入ってるわ、全員。PVP ガチでもなんか楽しそうだけどね。かなり連携だからね。はぁ、あ、イノコのレグレか。60までしてんの？もうまるでしまわせるじゃん。マジか。無理だな。苦した。今なんか山登った、目の前に敵がいたわ。ノーダル。ユニキ持っといてよかった。最近夜はエイペックスって。いや、昨日は前からだった。ああ、あそこ家作ってたもんね。まあその辺選択制って感じか。そうだね。俺結構寝ちゃったからな、なんかすぐ寝れる気せんな。あ、コーヒーキッズつけた。
るやろ。ちょっとどうしよう、どうしようかな。ちょっとダイナモンもずっとエイペックスやってんの。ダイナモンエイペックスやってんの。まあ、エイペックス始めて。おしまいだよ、スプラトゥーンは。ダイヤモンがもうスプラトゥーンやめるってこともそういうことだな。今日対抗戦って一発目が、あ、一発目の相手があれだもんな。やばいよな、普通にな。ダメプして負けてんの、ロックスだったら。信号すぎるでしょ、あれ。中野が意地になってんの面白かった。何が？中野が、まあ、機嫌が悪くなってんの面白かった。あれ腹立つもん。何こいつ。絶対殺してると思った。まあ、弱かったから。ああいうのって大体無駄にうまいからムカつくんだけど。ただの雑魚だったから。うん。俺大戦ありがとうございましたって送るのすごい皮肉を聞いてていいと思わない。相手もありがとうございましたでしょ。むしゃくしゃだよな、マジで。ガチでこれやってたのかなってちょっと思っちゃう。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿。いや、アンチバイでも気持ちよかった。あの短さで19。気持ちよすぎた。悪いが無双しちゃった、あれは。で、俺も12の2やで、実はって。7アシストだけどな。正面の左俺正面村子もずっと押してたよ。あれが一番いいよ。ヤクさん寝ちゃってるかな、さすがに。ヨラさんしかいない。さんはまあ起きてるだろうけど。配信してたもんないかな、ヨラさん。ずっとガンダムやってるよ。あ、死ねよ。終わってる。今日はエピクスだったんだ。あ、エピクスだったね。エペックスの立ち回りは合わないのか。え、当たってんの今の。マジかぁ。もう一人どこいるんだろう。ライフラインめっちゃ遠くに行ってくさ。ねえ、死んじゃう。まあ。